交通事故被害者の救命やリハビリ医療を支援しようと、 JA 共済連長野から助成金およそ4500万円が JA 長野厚生連に贈られました。贈呈式で JA 共済連長野の米久保隆本部長から JA 長野厚生連の清水勝彦専務理事へ目録が手渡されました。地域貢献活動の一環として2003年度から実施していて、今年度を含め延べ72の病院に助成してきました。緊急医療のですね、充実、質の向上であったり、患者サービスの向上といったところにつながっていくのではないかという思いでございます。今年度はおよそ4500万円を助成し、長野松代総合病院など3つの病院で医療機器の導入に充てられます。